アブン。パラバラパラリーノして。よし、わしじゃ。ということでですね、結構いい感じになってるんですけども、今日はですね、もっといい感じになりたいということでですね、僕が本当に美味しいどて焼き、どて焼きって言ってもね、焼いてないんですよ。関西の方で食べる味噌煮ですね。本当に牛すじとかで作るんですけども、まあ、なかなかにはね、牛すじって今時売ってないんですよね。僕のいつも行くスーパーでもなかなか牛すじって売ってない。なのでですね、今回はですね、牛こま肉で作るですね、非常に作りやすい牛こまで作るどて焼きっていうのをね、やりたいと思います。ちょっと煮込む時間はかかるんですけども、マジで簡単なので、ちょっと甘辛い、すっごくお酒に合う料理なんで、やってみようです。リュウジのバズレシピ。じゃあ紹介していきたいと思います。牛こま、これね、本来はね、筋肉とかで作るんですけど、まあ、今回あのね、あんまり筋肉って売ってないですよね。今回は牛こまで作ります。であとこんにゃく1枚で、まあ、大体 200g から 250g のこんにゃくだと思います。あとね、これ生姜、生姜ね、皮付きで 15g。 じゃあうまいをやっていきます。じゃあですね、やっていきたいと思います。まずね、こんにゃくなんですけども、これね、ちょっとね、臭いんですよね。これ臭みを抜くためにぬるま湯でこすってね、臭みを取っていく。こうやって臭みを取るんですよ。前はね、こんにゃくって下茹でするのが基本だったんですけども、水道のお湯でいいですから、吸いながらやっていくんですよ。そうするとね、こんにゃくをね、あ、全然匂いじゃん。あ、そう、生姜を切るんですね、これね。と、生姜は千切りにこうやってね、スライスしてでね、やるのがうまいんで、これはね、千切りしてください。生姜はね、あの国産の生姜使ってください。国産の生姜はね、すごくね、あの香りが強いんで。こんにゃくね、こんにゃくはね、やり方いろいろあるんですけど、できればちぎるか、スプーンでちぎる、手でちぎってもいいんですけど、手でちぎるとね、このこんにゃくの中の黒いやつが爪の間に入っちゃうんだよね。だから今回はこうやって切ってもいいんですけども、こうやってちぎると何がいいかっていう、こうちょっとね、ひだひだになるんですよ。だからそれが非常に味が絡むんですね。なので僕はこうやってやるのが好きです。ちょっと、ね、小さめに一口大にしてあげると非常にね、あの良いです。はい、そしたらもうね、全部ね、あの鍋にぶち込んでいく。今度はフライパンですよ。ポイ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 で、牛肉、あ、牛肉もね、ちょっとね、ちぎりながら。で、こま肉はね、できればね、脂身がそこそこ多いところがいいと僕は思います。今回はね、まあ、そこそこの脂身のところですね。でね、筋とかあったらね、牛筋とかやってもいいです。牛筋の場合は結構ね、ちょっと煮込まないといけないんで、で、こまの方がね、煮込まなくても、美味しく仕上がるんで、そこら辺はお好みで。はい、こんな感じでもうバラバラっと、牛はね、あのバラ巻きやすいんで。で、ここに生姜、そしたらね、あのもうこれはもう邪魔な。じゃあですね、ここにですね、調味料を入れていきます。水 500cc、 そしてお酒ですね。ちょっと臭み消しになりますんで、最初はね、火つけないんですよ。これ全部ね、材料入れるから、その方がね、あの分かりやすいし失敗しにくい。3ですね。はい、お酒で、これで臭みを取ります。臭み取るのは生姜とお酒でやります。そして白だしです。ね、ちょっと出汁が入った方がね、深みが出ますんでね、白だし大さじ1と半分で、まず味噌とか入れるんですけども、ここでね、一回ね、沸かす、沸かして、今回の場合はアクを取ります。牛肉の牛ってね、結構ね、アク出るんでね、今回はね、アク取っちゃいます。たまに僕ね、アク取んないでいいよって言ったりするんですけども、今回のどて焼きはね、ちょっとね、獣臭さを抜かしたいので、今回はね、アク取ります。あのね、牛ってね、ほら、見てください。アクすっごい出てくるの、これ。ほら、すっごい出てくるんですよ。これはね、さすがに牛は取った方がいい。で、アクを取るのはね、最初ね、これ出てきてもまだ取らない、ボコボコ言ってきてから取るところ、は今回はね、ちょっとね、取ります。どて焼きって和食だからね。で、ボコボコいってくるとアクがね、一箇所固まってくるんですよ。だからボコボコいった方のがあのアクは取りやすい。モコモコしたところをね、重点的に取っていくと、まあ、こんなもんですかね。アクはね、これぐらい取れました。そしたらここからち
ちょっと火弱め。お味噌です。だしだしの無添加のやつですね。なぜ無添加かっていうと、他で味がつけやすいからですね。大さじ4杯、4ですね。はい、そしてですね、味噌を大さじ4入れましたので、今度お砂糖をね、大さじ3入れます。はい、こんな感じです。全体的にこう味噌とこう溶かし込んでいきます、お砂糖を。 ね、ちょっと甘めの味付けになります。で、これがうまいのよ。で、これでですね、小1時間中火で煮込みます。これ最終的にこの汁がすっごい煮詰まりますんで、ちょっと弱めの中火ぐらいにしといてください。で、これで1時間煮込んで、その間にもう1本の動画を撮っていきますんで、じゃあ1時間後にタイムスリップ。じゃあですね、これ蓋をして煮込んでました。蓋をして煮込んで30分か40分ぐらいで、結構ね、いい感じの煮詰まり具合だったんで、そのご様子をご覧いただきたいと思います。オーブン。この感じよ。このぐらいの煮詰まり加減ね。完成でございます。大事でございますので、持っていきたいと思います。これね、持ってください。こま肉でもね、かなりうまい詰まっておるんです。こんな感じですかね。じゃあこの感じに、で、ここにネギ、パラパラっとパラパラパラにのして、そしてまあこれは好みですけど、僕はもう味が分かっているんで、ここでこれ趣味ですよ。はい、これで僕がもうめちゃめちゃ大好きな料理、牛こまどて焼きの完成でございます。ではいただきたいと思います。いただきます。これは違う、ハイボールではなかった。これはレモンサワーです。レモンサワーでやっていいかな。いいと思う。僕の心の狂月を入れていただいて、そして、じゃあいただきたいと思います。じゃあこの牛ふんをいただきたいと思います。これじゃないですか。じゃあこの牛とこんにゃくの感じをいただきたいと思います。なんだこれ。あ、うまい。うん、レモンサワー、中華レモンですね、これ。あ、相性やばい。やっぱね、甘くないお酒がいいですね。あの、このどて焼きが甘いんで、めちゃめちゃうまいよ、これ。これね、出すとこあったら僕通いますわ。おつまみにはもちろんだけど、これご飯にのっけたまんまや。白だしで煮たおうどんとかにのせてももっちゃもちゃうまいと思う。ここで、おー、新カオジェレーション、タバスコ。もうとりあえずタバスコかけとけばいいと思って、ちょっと酸味を、これ牛にね、酸味とうまみと辛みを足すと、これですよ。うまっ。ありがとう、タバスコありがとう。じゃあここで召喚獣を召喚します。酒好きな人だね、全員酒好きな人集合。乾杯。全員いただきます。僕も食べます。どう、あの江戸川の協定所で食べたいしない。これはめちゃくちゃ美味しい、売れるぞ。酒に合う、マリアージュ最高、最高、うん、これ牛こまだからすごい柔らかくて、柔らかいでしょ、ほろっといくんと、まあ、牛こまでちょっと煮込み作ろうかなと思った時に、あ、牛こまでもこんなに美味しくできるんだっていうのを皆さんに伝えたい。うん、ございます。ありがとうございます。わかったっす。いや、俺も感動しますよ。ということで皆さん、今日はこの舞台にお越しいただきありがとうございました。ということで、もういいよ、止めて。1時間、これ大丈夫かな、これ、こう1時間煮込んで。結構来てるけどね、俺ね。まあ、とりあえず匂いで、この生姜と味噌のね、と砂糖の甘い香りで飲んでこう。じゃあ、1、俺大丈夫かな、俺、まあ、多分大丈夫だと思う。
多分そんなに行ってないと思うんですけども。